はい、どうもケイスケです。雨降ってるけど、今日はねちょっとレンズの、レビューをしたいと思います。今ねもう早速使ってるんですけども、アルファ6400に、これ今ねサムヤンの 12mm F2 っていうレンズをつけています。今日はねこのレンズをレビューをしたくて、これでいろいろ撮りつつ、まあ、このレンズねこう ZV-E10、今度発売される ZV-E10 にめちゃくちゃ相性いいんじゃないかなと思ってるんで、その辺も含めて写真動画いろいろ撮っていきたいと思います。これ α6400 手ブレ補正入ってないけど結構いけたそうじゃない？じゃあタクシー捕まえる。おはようございます。めっちゃ晴れたわ。さっきまでめちゃ雨降ってたのに急に銀座に来たら晴れました。いい天気かつちょっと光もいい感じ。あら可愛い。良いですね。バナナのアーモンドミルクケーキ。じゃあそれ。コーヒー合わせるとすごい。あ、確かにね。バニラクリームフラペチーノのソウル。バニラクリームフラペチーノのソウル。はい、あと、ドリップ、あ、アイス、あ、コールドブリューコーヒーのソウルで。はい。いただきまーす。ケイスケ、前バナナチップス食べてたのね。ほわ？いや、あのコンビニ、あ、うん、そんな感じのバナナ、おいしい、うん、はい、サムヤのレンズなんですけども、今 α7C につけてみました。こっちの方が手ブレ補正効くと思う。で、風強い。あ、渋谷のこの辺とか広角いい感じなんじゃない？はい、ということで使ってきました。こちらサムヤン 12mm F2 のレンズ、まあ、このレンズを今回は α6400 と α7C と、使ってきましたが、皆さんちょっと見ていただけましたでしょうか。ですね、なんでこのレンズまずそもそもフィーチャーしたかっていうと、まあ、多分ね冒頭でも話してるかもしれないんですけども、ZV-E10 ですね、ソニーから出る新しい Vlog カム、レンズ交換式のね Vlog カムとなっております。で、じゃあどんなカメラかっていうのは、まあ、動画でね見ていただければ嬉しいんですけども、まあ、基本的にはこのね α6400、これからファインダーがなくなりました。で、バリアングルになりました。と、あとは動画の時に手ブレ補正が追加されましたと。そういう形になっています。まあもちろんね、他の細々したところもあのブラッシュアップされてるんですけども、まあそういった、違いがありますという形のカメラで、で、その Vlog カム、やっぱ Vlog カムっていうからには、外撮るだけじゃなくてね、自分の方をこうやって自撮りして使うやり方もあるんじゃないかってことで、いろいろ、検討した結果、結構このね 12mm F2 のレンズいいんじゃないかと思っておりまして、レビューさせていただきます。で、これね別の動画でも言ったんですけども、僕今 α7S3 っていうカメラで撮影してて、で普段これで自撮りするときには 20mmF1.8G っていう 20mm のレンズでね、撮影してるんですよね。で、ズームレンズじゃなくて単焦点でやってて、まあ、なんでかっていうと軽いっていうのもあるし、まあ、単焦点でボケ感も良くて F 値も低くて、なんであの暗いシーンでも明るく撮れるというのがすごいメリットに感じてて、まあ、これもすごいね共通した部分があって、使ってみています。で、じゃあ実際使ってどうなんかというところ、ちょっとご紹介していきたいんですけども、まあめちゃいいですね。で、そもそもあの見た目がね結構良くて、まあ、あのオートフォーカスとかマニュアルフォーカスとかのスイッチはないんですけども、結構高級感のある見た目してるんですよね。はい。で、あとこのねフォーカスリングのところも、フォーカスリングか、あ、てかピントリングかのところもなんかですね、回し加減すごくちょうどいいし、あとはこのねゴムっていうかシリコンなのかな、ゴムかの脂肪感も結構いいして、質感自体は結構気に入ってます。で、そう、あの一応レンズスペックねご紹介しておくと、
はい、焦点距離は12ミリで、フルサイズ換算でいうと、18ミリぐらいの画角になりますね。で、F 値は 2.0 から F22、 レンズ構成は10分12枚と、結構軽いのにそんなレンズ入ってるんだ。で、フィルター径62ミリ、最短撮影距離が 0.19 メートル。で、絞り針の枚数が7枚、重さが 213g という形になってます。なんで、α6400 と合わせても多分 700g いかないぐらいか。で、α7C だともうちょい軽くなるのか。600g ちょい ?600g いかないくらいのかな、の重さになるかと思います。600g ぐらいでカメラとレンズ合わせてだったら、まあ相当軽いですね。ペットボトル1本分ぐらいって感じなんで、まあかなりいいと思います。で、実際撮ってみた感想なんですけども、まあ解像感は正直十分っちゃ十分かなと僕は思いました。まあ真ん中のまず中心部の解像で言うと、基本的には全然開放から OK、 まあ F2.8 ぐらいまで絞ってあげるとしっかりとシャープになるかなっていう印象ですが、まあパソコンで見る分にも、スマホで見る分にも、F2 開放から十分かなと思ってます。で、端っこの方ね、ちょっと見ていただいたら分かるんですけども、若干やっぱ端っこの方は流れてます。これはなんか広角レンズ独特なもんなんですけども、まあレンズってこう球面になったりするんで、この端っこの方ってやっぱどうしても画質が落ちちゃうということがあって、広角レンズっていうのはやっぱり、ね、そのレンズのなるべくこう広いところ使っちゃうんで、どうしても端っこが流れちゃうっていうのが結構起きやすいんですけども、まあ、このレンズも例に漏れず、まあ、若干端っこは流れてるかなっていう感じですね。で、色収差に関してもまあ厳しいっていうほどではないんですけども、まあ出てるなっていう感じではあります。まあ、ただどれも最近ですね、 α6400 とかそれこそね、あの α7C とかでも使ってみたんですけども、やっぱカメラ側の補正っていうのがすごく優秀になってるので、なんかあんまりね、 SNS とか、パソコンで見る分にはなんかそんなに問題感じないんですよね。まあ、全然使えるなっていう範囲だと思います。で、僕ちょっと好きだったのが色味ね。あの α6400 でこれ取っ手出しでね、あの写真紹介してみるんですけども、取っ手出しでもかなりなんかいい色味してません？こんな色味だっけ？ α6400 ってこんな色出たっけっていうようなね、色味を出してくれるんで、これなんかどっかのタイミングのなんだっけ、タムロンのレンズでも言ったかもしれないけど、結構ね、α6400 自体がいいのかな、なんかすごい色味良かったんですよね。まあそのね、色味の部分も十分活かせてるのかなってことで、その辺も評価できるかなと思います。で、さっきも言ったんですけど、ちょっと、もう一回戻ってピント部ですね。この木の写真とかも、木の幹とかも結構しっかりね、ピントがバチッとあって、かなりシャープに写ってると思います。まあ、やっぱ端っこに行くにつれてちょっとね、流れてるっていうのは見受けられるんですけども、まあでも十分かなというところですね。で、あとボケ感も僕はそんなうるさくないと思います。てか、まあ丸ボケも結構綺麗で、まあ F2 のね、広角レンズなんで、そこまでしっかり丸ボケを作るシーンっていうのはないと思うんですけども、まあボケ感もね、そこそこ綺麗だってところで使えると思います。ケイスケの動画で、あと動画で使った時、やっぱり ZV-E10 とかと使う時には手ブレ補正というか、手ブレの効き具合どうなのというところで、これちょっとね、勘違いしてる人多かったんで補足しておくんですけども、 ZV-E10 の話ね、あの ZV-E10 って手ブレ補正がつきましたよって話がね、こう結構バーっと出されてるんですけども、正確に言うと写真の手ブレ補正はついてなくて、動画の手ブレ補正だけついてるんですね。動画の電子手ブレ補正だけついてるという感じになってます。で、これがアクティブモードってやつなんですけども、このアクティブモードってソニー純正のレンズの方が効きがいいと。で、実際にサードパーティー製のレンズだと効きが悪くなるというような形になっています。じゃあどのぐらい手ブレ補正効くのかっていうと、あくまでね、僕の中での印象なんですけども、まあ、手ブレが効かないっていうのがオンラインで、次に、物理的な手ブレ補正、センサーシフトの手ブレ補正ですね。なんで α7C と同じぐらい、はい、これですね。で、ここよりちょっと高い、このぐらいにアクティブ手ブレ補正のサードパーティーのレンズがあると。で、この辺ちょっともうさらに2段階ぐらい上に純正レンズの手ブレ補正が入ってるという感じになると思います。なんで僕の感覚的にをしっかり検証したわけじゃないけど、α6600 とかの、センサーシフトの手ブレ補正よりはサードパーティー製、要はサムヤンとかのね、レンズを ZV-E10 で使う方が手ブレ補正自体は効くと思います。で、かつ、まあ、換算 18mm っていうところなんで、
ある程度ね、これα6400 と α7C の動画並べときますけども、手ブレ補正もまあ十分かなと。α6400 でもこのぐらいの手ブレ補正だったらまあギリ使えるんじゃないかなと思ってます。まあ最悪ね、気になったら後でね、ソフトの方で手ブレ補正をね追加してあげるとか、そういう方法もあるんですけども、まあ ZV-E10 ではね、最初から電子手ブレ補正が入っているので、まあその電子手ブレ補正とこのサムヤンサードパーティー製のレンズだけど 18mm であれば、まあ十分手ブレ補正はできるんじゃないかなと思います。で、動画で気になるのはオートフォーカスのところと、あとオートフォーカス音ってところだと思うんですけども、オートフォーカス音はもう全くしないんで、気になさらず。で、オートフォーカスの速さに関しても、まあ、十分ではあるんですけど、ただちょっとね、暗くなったシーン、要は低照度って言われるやつですね、暗いシーンとかではちょっと弱くなるのを感じました。まあ、そんなね、暗いシーンばっかで撮影することないと思いますけども、まあ基本的には明るいシーンで使ってあげるといいよっていう感じだと思います。まあこれに関してはソニー純正レンズでも暗いシーンだとちょっと遅くなっちゃうっていうレンズもあるので、まあどっこいって言い方変ですけども、まあそんなに気にするところではないかなとも思います。ケイスケの動画はいっていう感じで、今回はサムヤン 12mmF2 のレンズの紹介をしてみました。結構使えるレンズなんじゃないですか、いかがでしょうか。あ、ごめん、1個だけ言わせた。そら、今のところ1個だけたまに不具合が起きる時があって、これね、僕も室内で使ってみた時なんですけども、ちょっとね、動画使った時にちらつきが起きる可能性があるらしいんですね。で、これメーカー側に問い合わせてみたんですけども、今まあ修正してる途中ですと。まあおおむねファームウェアのアップデートで治るだろうということです。なので、まあ外でね使ってるシーンではそんなちらつき、僕気になったシーンなかったんですけども、まあどうしてもちょっとなって思う人とかはファームウェアのアップデートがかかってから買ってもいいのかなと思うし、まあ購入してから後でね、ファームウェアのアップデートをメーカーにお願いするっていう手もあると思いますんで、ちょっとね、裏技的な方法かもしれないんですけども、まあ、自分にはどういう部分で使うかなっていうのを見極めていただいて、ぜひ検討いただければと思います。はい、ということで、今回の動画はこの辺にしたいと思います。今回の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、あるチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それと、はい、Twitter、Instagram とやっておりますので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。結局ね、買っちゃいました。なんだかんだやっぱ YouTuber にはこれね、ベストかもしんない。あとこれね、みんな使ってない機能なんですけども、これがもう YouTuber というか動画作成する人にはもう絶対大事な機能が1個あります。